さあ、ということでね、賢島にまた来ましたよ。まあまあ、つい先に来ましたからね、それほど、物珍しさもないですけど、日の感じがだいぶ変わってますけどね。さあ、こっちは、進めきなんですね。前回も来てますし、前回でも、賢島がぐるぐると似てますから。よいしょ。ちょっと改めてね、これ見ときましょうね。近鉄の前線ですね。そう。で、まあ、我々は4日近くまでずっと来ましたけど、はい、失礼しました。で、ここでね、ずっととりあえずここの端っこに来ましたね。これが賢島と。ね。で、ここからずっと行って、こう、時計回りにね、スーッと、吉野。あ、まだ柏原神宮もね、まあ、通ったんじゃ通ったんすかね。柏原神宮、そしたら。歩けばすんのは、まあ、歩けば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 、あの、ガキンとしたか行くやつとかね、京阪の線やら、何やで、京都まで行って、何やにも行ってとかありますからね。で、またぐるっと戻って、やると思います。まあ、これね、でもまだね、伊賀鉄道とね、アスナル鉄道、まあ、アスナル鉄道もちょっと教えてますけど、ヨゴロ鉄道がね、なくなってるだけでもだいぶ大きいんですよね。ヨゴロ鉄道があった時やったら、これやろうと思ったら、大垣の東端のターミナルです。大垣と伊比にも行かなかんくなってますからね。これはね、2日では無理だろうっていうような道になってますからね。ないとこでしたかね。危ない。はい。その分で何とかなるかな。どうでしょう。とりあえずね、軽く腹ごしらえしようと思いますよ。もうね、もう好きだと下を見て、だってこれこの時間何もないの分かってますからね。もうファンバーです。潔く頼みます。さてと、ということで、とりあえずね、予定としてはこの後、この9時、ちょうど発のね、南部駅特急乗って、途中のね、大和八木で折り返して、とりあえず橿原神宮ね、でまあ、そのまま吉野の方に向かっていく予定にしましょうと。まずこっち方面潰していきましょう。これ結構遠いね。今からもうね、ここはね、特急使います。あれに誰か何と言おうとね、何やそんなブルジャラなことしてとかね、誰かもしれませんけどね、さすがにね、これね、ぐるっと一瞬ね、確定で、あの、普通列車で撮ったらね、とてもじゃないけど間に合わないんですよ。そう、途中でね、あの、運賃の表示がね、途中の駅で消えるもんで、あれ何なんやろうと思ったらね、なんですね、有人駅で運賃箱使わないところは、運賃の表示をわざわざしないように変えてるんですね。あとあれですね、なんか前回乗った時は、英語表示機とか全然でやんなって言ってたのが、できるようになってましたね。なんでしょう、もしかしてうちの動画を見てね、変わったんでしょうかね。いや、それはないな。まあ、ちょっと他のところから接客しちゃった。さあ、チケットですか、購入しましょうね。大吉野ですよ。こんな切符買うの初めてですよ。最近出たらね、あの乗り越し精査ができますからね。お昼過ぎが着くんですね、一番早い。9時発固定ですね。9時発にして、乗り換えが2回。11時1分に大和八木に着いて、そこから11時半から。で、そこから12分に乗って柏原さん。あ、じゃあ柏原も、途中で降りて見ることができそうですね。うん。でもアクセスが低いんで、もうあんまり料金気にしない場合は、一回、普通列車の方でね、橿原神宮に出てっていうのも手なんですけどね、うん、そうすると料金がね、高くなっちゃうんですよね、うん、で、この列車を選択しましょう。でしたか、せっかくですから
会場にしましょうか。2列目までもう行ってくどうでもいいんですよ。もう乗った瞬間に終わりましたね。30分出発で35分ですからね。で3列目が15分までそこに細かい必要はなしにしましょう。めんどくさいね。もうねこれも行けます。本当はシートマップとかで見てねやるといいんでしょうけど、ね、あっちも買いますね。はい、買いましたと。さあこれで空気強度カスコチも行くね。3号車の6時もう早速ね、ちょうど来ましたね。さあ、言っとられるように湿布とこうやって運んだね。さあ、お魚の場行きしてますね。さあ、ビスタカーですよ。せっかくですから、入るかと思うんだな。遺産できたけど、ああ、開いてないというか、あれですね、こっちは放射用なんか向こうからでないと乗れないですね。まあ、こんな感じの搭載機ね。1、2、3、4線ね。一応1、2、3、4面4線の東端駅になるんですかね、ここは。なるほど、まあ、せっかくですからね、このターミナルっぷりをね、各駅見てこうじゃないですかね。まだまだ先は長いですよ、これ。さあ何がどうもあれでしたかになりました。さあ、これ特権じゃないよ。3号車やったかな。こっちが3号車や、これこっち2号車か。3号車そして3号車は向こうか。3号車の6や、向こうか。よっしゃ、あとは、よっしゃ、あ、いいですか、すみません。すみません、まだあれでしたね。6C、あ、それが何だったの。よかった、死んとこで死んでますね。しましたね。清掃中でも飛ぶで当てるんですね、カスコヒューまでは。まあもう私が実はね、今この車両、このまあビスタカーですとね、半分に仕切られますからね、1から7までね、仕切られますから、少なくなるかなというのもあるでしょうけど、私だけですね。なぜか、あれ、私窓側で指定したつもりですけど、通路側になってましたね。まあせっかくなってね、ゆっくりとね、行ってないんでしょう。まだね、出発まで時間があります。多分この時間に賢い人だからそんな乗ってくることはないでしょうからね。なかなかね、こんなにね、ゆっくりとね、見ることになります。なるほどね、清掃の方がね、おられるのを見ることもあんまないですけど、まあ、ブスターカーはね、ハイテクからさ、こういういろいろと特徴的なところなんですね。温度計のところは、実は先端のところがこの辺り表示とかも低いですよね。上は荷物だったんで、であとね、荷物置いてときましょう。こんな感じでね、一マスリングラーのスポットキャラクターもっとこっちもそうですね。こういうふうに見せたらあんまりゆっくり見ることないですからね。3号車の後ろ寄りの方ですかね。またこのね、下気をつけないといけないのか。これね、下に置いて、ね、お手洗いとかあるわけですけど、お手拭きは広飛びますね。そういえば火の鳥が出たらこのおしぼりも実際に買うんですかね。やはり火の鳥入ってきますよね。どれが押し出されるのか、まあ大体想像はつきますけど、ここでもどれでしょうね。こっちから降りるとね、このずっと通路もあってね、実は乗り降り口からずっと先行くまでになりますよね。
これ調べとっていいかなと思いましたけど、グラッグラですよね。まあまあまあ、こんな朝一から賢島から乗る人ってそうそういないですからね。2号線にもバッテリーとかが置いてきましたね。さすがに財布は持ってきてますけど。で、ここなんかもすごい広いスペースあるんですよね。まあ、夜のクロックとかもできるようになってるんでしょうね。建設は広といっても非常にクロックスペースがね、しっかり取ってあって、さらにね、バックシールをつけてね、こうしたいほうがいいですね。実際この辺りのスイスシートもね、そう、あの14号車はね、あれはついてないんですけどね、あの背面テーブルはね、あのビスタカーの1号車と4号車がついてるんですよね。これ面白いのが背面テーブルもどうとこか、ね、でここにはここでねダブルテーブルとかあるんですよね。このタイプのやつはこれはこれで面白いですよね。これ両方とも使えるんですよ。ちゃんと倒したらいい具合に広くなるんですね。ちょうどあのデスクトップのキーボード置き場とマウス置き場みたいな感じのね立ち位置になるんですよね。うん、一回やってみましょうか。こうね、取って、さあこんな感じ。ちょっと重たいできない。結構かぶると思いますね。あとね、あの背面とかこがすんじゃないかな、こういうふうになりますよ。でこういうね。靴も擦れる人でもありますね。この連接が独特ですね。この高くなる連接っていうのはなかなか他のとね、JR とかでもなかなかこういう作りになってるね。連接のとこが高くなってるのって珍しいんじゃないですか。どうでしょう、なんかちょっと鉄道動画っぽくなりましたね。そんなこと言ってますよ。ちょっとここにもありましたね。ビスタカーは更新しておくと全部ついてたんですね。ついてましたね。そう、シートの色が違うんですよね。近鉄特急をご利用いただきありがとうございます。まあ、押しむらくはちなみにこの下り線であのくるくる返してましたね。うん、面白いもの見れましたね。こうしてみるとやっぱ高いですよね。もしこの辺りのね、海側を見るにはね、この階段があるんですよね。このね、島から、半角テーブルで売ってるんですね。今度は本当に、手のひらサイズのミニ半角でですね、島風でやるんですから、しっかりと。こんなまだヒントでもいっぱいなんですけど、ね、島風はとにかくプレイして、あの男の子に人気って言いますね。特に青いのはね、青いっていうのは女を向くというか男の子に人気が出るんですよね。それこそあのスーパー GT でもね、モチュール23号車のモチュールよりも12号車 の, あのインパルの方がね、やっぱカルソニックのブルーですから、青い車ミニカーとかの方がやっぱし男の子によく売れるらしいですね。考えてみたらハンターのところにあるねあのやつはカルソニックカラーの、Z がなぜかね表に置いてありますけどね。ハンター の子供広場みたいなところにはハンターで鈴鹿でホンダのど真ん中のように、なんで日産の Z なんやろというね、素朴な疑問を持ちながらですけど、うん、まあね、まあ、またそこと街らしいっちゃ街らしいですけど、こんなにこんなサウナ持ってるんですね。早速も開けちゃいますか。もう腹減ってますんでね。よいしょ、隣も清掃にかかってますね。うんね、